ございます。膝ありがとうございました。パソコンの修理が終わったみたいなんで、今それを取りに行きたいと思います。一回オフィスに向かいたいと思います。ございます。絶対違うでしょ。さあ、太陽の塔への大きな一歩を彼は踏み出すことができるのでしょうか。あ、こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いします。ございます。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、オフィスに向かいたいと思います。おはようございます。ありがとうございました。さよなら。神楽坂に来ました。はい、こちらにジムとサウナを作ります。おはようございます。今日は今からね、全社合宿なので、高尾に向かいたいと思います。自分で来たのに、タコライスが用意されています。
朝4時です。何々起こされました。レッツタコさん、通常何分？何してもらえないか。私やったでしょ。なぎらが置いていかれそうです。ちょっと決めてんなぁ。こういう英語書いてるやつピーコ。まさやだけ風呂上がりでしょ。すごいな。今日も立ち上げましょうかツイートして全身に。じゃあみんなありがとうね。じゃあね。はい、ということで今、全社合宿が終了したのでこれから車で家に帰りたいと思います。西です。はい、電動歯ブラシを買いました。ございます。膝たぶん今くらいがちょうどいいかもしれないですね。今別に はい、ということで最近全然行けてなかったジムに行きたいと思います。お願いします。ウィス。めっちゃタンクトップじゃないですか。今、超久しぶりに筋トレ行ってきた。今からご飯食い行きたいと思います。はい、皆さん今週もルーティン動画見ていただきありがとうございました。今週もねいろいろありましたが、今ね考えていることとしましてはですね、このゴールビーに入ってですねありがたいことに、たくさんの人に、ね、相談を受けることが ありがたいことに多くなってきたんですけれども、その中でですね突き詰めていくとその相談の内容っていうのがですねまず一つが人間関係で、もう一つが、やりたいことが分かんない、見つからない、この二つが、9割ぐらいを占めてるんじゃないかなと感じていたんですね。で、やっぱりここっていうのは、なぜみんなが同じところで、例えばね、上司とあんま会いませんと、上司と会わないんですが、どういうふうにしたらいいですかと、転職した方がいいのかとかね、いろんなことを言うんですが、ここって、その上司が特定の人っていうことよりも、本人なんですよ。本人の部分なんですよね。だからその上司に対してどうこうっていうよりも、じゃあ転職するじゃないですか、例えば。そしたらまた上司がいるんですよ。で上司って選べないので必ずまたね違う上司に当たって、でその上司が嫌な人だったらまた
ってなっちゃうわけですよ。で毎回、職場を変えるっていうのももちろん方法としてはありなんですけど、やっぱり根本的にその人はその、まあ、パラダイムって言い方しますけど、まあ、その僕たち自分のパラダイムというものを持ってその中で生きている、自分の世界でしか生きてないんですね。僕たちが、認識している、世界でしか生きていないので、そこに何かがあるんですよ。そうじゃないですか。僕たちの目を通して、僕たちの眼鏡を通して世の中を見ている、人を見ているので、上司っていうのはあなたの中にいる上司なんです。あなたのフィルターを通して見ている上司だったりなんですよね。でだから、まあ、2個フィルターがあるって言ってて、自分が本当に感じていることをまず自分のフィルターを通します。ここでねじれを切る人ももちろんいます。だから自分が思っていることと発していることが違うっていうパターンもあります。だから人に気持ちが伝わらないってやつですね。で向こうもビリーフっていう信念っていうのがあるので、向こうの底ともそこを通過します。なので2個通ってコミュニケーションをラリーするんですね。なので、まずその自分のこのビリーフっていう、ちょっとこのね、初めて YouTube でこういったマニアックな話するかもしれないんですけれども、そういったところにねじれがある可能性があるというか、ねじれがあるんですね。大体もちろん相手が何かおかしいということもあるんですけれども、相手とか世界を変えようとするのって難易度高いんですよ。そうじゃないですか。一個直しても、じゃあなんとかその人を解き伏せたとしても、また違う嫌な人が出てきちゃうと、もう毎回その相手を変える、世界を変えなきゃってやってる人いるじゃないですか。自分を変えた方がはるかに早いし、しかもずっと生きていけるわけです。それでなので自分についているその信念、ビリーフっていうのを見ていくっていうのが、すごくキーになっていくんですけれども、でですね、まあ、その人間関係の悩みって、やりたいことが分かんない、でやりたいことが分かんない、ちょっとツイートでも言ったんですけれども、やりたいって、そのやりたいことって後天的に身につけた、わかります？僕たちが後天的に、例えばいい学校に行くといいよとか、いい、会社に行くといいよっていう風なのって生まれた時思ってなかったじゃないですか。後からついたの、わかります？後から後天的についた基準なの、わかります？これって後からついたビリーフに入ったものなんですよ、これ。でそれを選択の基準で選ぼうとするから、やりたいことがわかんないっていうことなんですよ。でじゃあ本当にやりたいことを見つけるにはどうしたらいいかっていうと、本来の自分にまず戻らないといけないってことです。これは、そういった後天的にあなたについたいいものと、いいよって言われたもの、教え込まれたものを取らないと本当に満足できるやりたいことっていうのは見つからないんですよ。まあ冷静に考えると分かりますね。本来自分が例えばね、5歳とかぐらい、6歳の時に普通にこういいなってなんか感じちゃうものっていうものとかを選んでいけば満足度、豊かさが高いんですけども、その後にいろいろついてっちゃった信念、ビリーフっていうものが分かりにくくしてるってことなんです。なのでこの2つのね、悩みっていうのは、人間関係とやりたいことが分かんない、この2つの悩みっていうのは、パラダイムにあるんです。自分が信じている信念、ビリーフのところに、原因があるんです。で今回なんですけども、このあたりをですね、まあ、知りたいっていう、DM いただいたりもするので、しっかり説明する、この説明会をやります。でこれは、セルフコーチングスクールの説明会なんですね。で、さっき言ったそのし、でこれ説明したとしてもみんな解決したいわけじゃないですか。自分の何かしらのそのパラダイムが、信念というところの何かそこでずれてしまっているのであれば、そこを改善したいと思うので、そこを、改善するための2日間のセミナースクールっていうのをやるんです。これゴールビーでやるんですよね。それ6月の毎週土日に4発やります。でこれも5月にプレオープンしたんですけども、めちゃくちゃ好評だったので、僕自身も、7年前に受けた内容になります。でついにそれをゴールビーでできるようになったので、一般公開が、6月初めて、お台場のビッグサイトの近くのビルでやるんですけど、詳細
概要欄に貼っとくんですけれども、これ2日間、丸2日間やります。オフラインで僕が実際行きます、講師として。で、自分の信念ビリーフっていうのを本当に改善するワークをやります。これはオンラインじゃできなかったので、わざわざオフラインでやります。しかも丸2日間です。で、6月の最初の土日はもう、もう埋まっちゃいました。ありがとうございます。で、その次の週も、結構埋まってきちゃっているので、もう後半、6月後半の日程がまだ空きあるかなっていう感じなので、これ、年齢問いません、年齢男女問いません。本当に、自分を根本的に、何かその今の状態で何かいろいろ頑張ったり勉強してもいつも同じところでつまずくとか、そこまで認識ができているのであれば、あとはその自分のビリーフとか、人のビリーフが見れるようになりたいとか、もしくはまあコーチングとかそういったのやりたい、 やってみたいとかね、そういう思いある人も、まず一番最初に受けてもらう、プログラムになっていて、これはね、僕も今までやった自分に自己投資した中で一番おすすめだったので、今回僕もそれができるようになったので、それを提供させていただきます。で、これのまず説明を聞きたい人はですね、26日、あさってですかね、この動画で、あさって金曜日の、8 20時から、オンラインのセミナー、オンラインの説明会があります。で、それ聞きに来てもいいです。で、27日土曜日の19時からもやります。で、これ内容同じです。セルフコーチングスクールとコーチングスクールって言ってるんですけど、根本的に全部最初のスタート地点一緒なんですね。自分のビリーフが見れるような、自分のビリーフの、歪みといったらあれなんですけど、ねじれなんかを認識できるようになるのと、過去の完了をするとかね、いろんなことをやっていく。これで本当に人生変わる人います。本当です。これ僕自身も全然変わったので、しかもこれ丸2日間になって、税込みで2万9800円です。もう今回は6月のみ、この後は多分値段がちょっと上がると思うんですが、もうこの値段です。で、どうしてももうちょっとお金怖いという人はもうそれはもうしょうがないです。もう限界まで安くしてこの値段なんで、これ以上はちょっと難しいんですけれども、もう今一番限界まで安くして丸2日間で、2日間のお弁当もついてですね、村岡の直接のそういったワーク、セミナーを丸2日間受けて2万9300税込みです。もうこれで、本当に自分をこう変えたい、自分を見直したい、本当にこの何回も勉強してるけど同じところでつまずく、何か解決したいことがあるっていう人はもうぜひ来てください。もうこれはもう僕が心からお勧めするもうプログラムになりますので。まあね、質問ある人はまあ説明会に来て直接聞いていただいてもいいですし、まあ、そのまま概要欄のページから申し込んでもらっても大丈夫です。やっぱりあまりにも人間関係の問題、やりたいことがわからない、もうこの問題がずっと出てくるので、本当にそれがある人は一旦来てみてください。はい、話はそれからという感じですね。本当にいい悩みになってますのでという感じでございます。本来の自分に戻るというのがね、何のことを指しているのか全て分かるようになります。自分がやりたいことを自分の深い部分で選択できるようになるには、やりたいことをやるにはどうすればいいのかっていうのは本来の自分に戻るということですね。で、そこをやっていきますので、興味ある方ぜひ会場でお会いしましょう。それでは皆さん、今週もね、見ていただいてありがとうございました。今週1週間はね、どんな1週間だったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。目覚めろ日本人。